三菱財閥を築いた傑物岩崎弥太郎、彼に何人の妾がいたかご存知ですか？そして彼が三菱を創業するとき、その資金についてある疑惑が取り上げられています。さらに彼が手を染めた犯罪の数々、渋沢栄一を蹴落とすために行った悪どい仕打ちとは。今回の動画ではそんな岩崎弥太郎の知られざるエピソードを紹介していきます。三菱財閥の創業者で初代総帥を務めた岩崎弥太郎、坂本龍馬や渋沢栄一とも交流があり、明治維新において非常に重要な役割を担った経済人です。明治の動乱を描いた映像作品ではおなじみのキャラクターで、龍馬伝では香川照之さんが、青天を衝けでは主人公渋沢栄一のライバルとして中村芝翫さん演じる弥太郎が活躍しました。また最近では NHK 連続テレビ小説らんまんにて弥太郎の弟岩崎弥之助が登場し話題になりました。彼もまた三菱財閥の隆盛に大きく貢献した人物です。一大企業を作り上げた偉業はもちろんですが、その豪快なプライベートが注目されることも少なくありません。例えば弥太郎は27歳の時に17歳の喜世をめとりますが、正妻である喜世と一緒に妾も同居させていたといいますから、今では考えられないですね。なんと死亡当時は妾が6人もいたと言われています。当時は現在の不倫愛人事情とはまた違い、妾も養うのが普通でしたから、弥太郎の財力がうかがい知れますね。弥太郎の経営手腕が優れていたことは疑いようがありませんが、時には強引な手段も厭わないことでも知られていました。当時は各藩が藩札という独自の紙幣を発行して流通させていました。しかし外国との貿易が活発になり始めると、額面がバラバラの藩札は不便なため、政府が藩札を買い上げて通貨を統一することにしたのです。この情報を新政府の高官となっていた名優後藤象二郎からいち早く入手すると、弥太郎は10万両を集めて藩札を二束三文で大量に購入し、これを明治政府に売りつけることで膨大な富を得ました。これが当時罪に問われる行為だったかは定かではありませんが、現代で言えばインサイダー取引そのものです。その強引な手法はライバルとの競争でも発揮されていました。岩崎弥太郎のライバルといえば近代日本資本主義の父渋沢栄一。弥太郎が切り盛りしていた頃の三菱の主力事業は海運業でした。弥太郎が一代で作り上げた三菱は海運業界の 73% のシェアを牛耳っていたのです。実は渋沢栄一も海運事業を立ち上げて参入を試みたのですが、三菱の猛攻にあっけなく敗れて撤退していたのです。しかし弥太郎の手口が悪辣で、渋沢が米を買い占めて値段を吊り上げようとしている、渋沢の第一銀行が潰れそうなので彼は首をくくって自殺したらしいなどのデマを新聞に金を払ってまで書かせたりしていたと言われています。しかし弥太郎がここまでしたのには理由があります。栄一が海運事業を始めるほんの数年前、弥太郎は栄一を向こう島の料亭に誘いました。そこで二人はこれからの実業のあり方について議論しますが、栄一は合本主義を説く一方で、弥太郎は断固として専制主義、つまり最も優れた一社がその業界を支配した方が効率的だと真っ向から意見を対立させます。二人の議論はヒートアップしていき、最終的には栄一が川屋に行くふりをしてそのまま帰ってしまったのです。もともとは協力し合うこともあった二人でしたが、この一件から関係が悪化したと言われています。ちなみにその後栄一を含む資産家や財閥、そして政府が結託して三菱を潰すべく共同運輸会社を立ち上げデッドヒートを繰り広げますが、弥太郎はその激闘の最中病死してしまいます。最終的には弥太郎の意思を継いだ弟弥之助が三菱を主導し、事実上この戦いを制することになります。共同運輸会社は日本郵船となり、現在も三菱グループの中核企業として存続しています。ここで岩崎家の家系図を見ていきましょう。
実は誰もが知るあの有名人も弥太郎と親戚の関係だったことを知っていましたか？弥太郎は正妻・キセとの間に3人の子供を設けています。キセとの間に生まれたのが3代目総帥となる長男と娘2人。長女の春次は第24代内閣総理大臣の加藤孝明と結婚します。そして次女の磯次は政治家の木内十四郎と結婚します。さらになんと妾の子である雅子も第44代内閣総理大臣の重原喜重郎と結婚します。したがって弥太郎の娘婿には総理大臣経験者が2人もいることになります。また芸能界に目を向けてみると歌手の由紀さおり、そして中島みゆきも弥太郎と縁戚にあたることが分かっています。意外ですよね。血気盛んな弥太郎は子供の頃から問題を起こしてばかりでした。幼少期は悪太郎と呼ばれ、タヌキの巣に火を放ち山火事を起こしかけたり、20歳の頃には奉行所の壁に墨で抗議文を書いて投獄されています。そして25歳の頃、情報収集のため長崎に派遣された弥太郎は遊郭の女に入れ込んだ挙句、藩から支給された公金100両を使い込んでしまいます。100両を現在の価値で置き換えると800万円ほどと言われますから、相当遊んでしまったことがわかります。せっかく地毛浪人という低い身分から藩の派遣隊にまでのし上がったのに、その努力が無駄になったことは言うまでもありません。後藤象二郎の誘いによって長崎に進出した弥太郎は坂本龍馬と出会い、仲を深めていきます。弥太郎が経営を任された土佐藩の貿易会社長崎商会は海援隊の財政管理を任されていたのです。平然と金の無心にやってくる龍馬に最初は弥太郎も戸惑っていたようです。しかし弥太郎と龍馬は馬があったようで、酒を酌み交わすほどの仲となり、弥太郎の日記にも次のような記述があります。龍馬は喜んで酒を振る舞ってくれた。飲んで語り合い、当世の人物評などをするうちに日が暮れてようやく帰った。午後、坂本龍馬が来て酒を酌み交わした。常日頃自分が考えていたことを話したところ、坂本は手を打ってよしと言った。弥太郎はこうやって龍馬と語り合う中で海運業の将来性に着目するようになり、徐々に力を注ぐようになります。龍馬の知見が弥太郎のビジネスにも影響を与えていたのです。三菱を創業する時の話。弥太郎は土佐藩重役だった後藤象二郎と結託して、土佐藩と海援隊の資金合計23万両を着服したとされています。何を隠そう、そのお金が三菱商会の開業資金になったというのが定説になっています。立派な背任横領ですが、弥太郎は維新のどさくさに紛れ、証拠の書類を跡形もなく焼却してしまったため追及されていません。許される行為ではないですが、目まぐるしく変化する幕末の動乱の中、生き残っていくには手段を選んではいられなかったのでしょう。最後に岩崎弥太郎の名言を3つ紹介します。小僧に頭を下げると思うから情けないのだ。金に頭を下げるのだ。樽の上からすくって飲むやつは、たとえ1升飲まれても3升飲まれても大したことはない。怖いのは樽の底から一滴でも漏ることだ。およそ事業をするには、まず人に与えることが必要である。それは必ず大きな利益をもたらすからである。いかがだったでしょうか。江戸時代から続く豪商三井住友に匹敵する財閥を一代で築き上げた岩崎弥太郎。弥太郎が海運を切り開き、後に続く世代が事業の幅を広げてきたという印象を持たれがちですが、実は弥太郎の代で鉱山採掘、倉庫業、金融業に着手していました。今日の三菱マテリアル、三菱倉庫、三菱 UFJ 銀行の原点を作り上げており、すでに財閥の体を成していたのです。三菱の前身となるつくも商会を創設してからこの世を去るまでたった15年だったというから、また驚きです。時には強引な手段も厭わない弥太郎は経営者としての評価は分かれますが、
彼の口癖、国あっての三菱が表すように、常に祖国の発展のため、初期方向の精神を胸に抱いていたことは間違いないでしょう。このチャンネルでは引き続き日本を変えた偉人たちを紹介していきます。この動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。